馬は、東方映画株式会社と、合資会社映画科学研究所の共同制作で1941年に公開された日本の映画である。東北の農村を舞台に、少女と馬との触れ合いが、山本賀次郎が得意としたセミドキュメンタリーの手法で描かれている。馬、面濃い子馬東北の秋は、馬市と共に訪れる。馬市の競りでごった返す。 群衆の中に次々と引き出される馬を熱心に見つめている15.6歳の女の子があった。それは近郊の百姓、小野田晋次郎の娘稲だった。稲は生まれつき馬が大好きで今日もこっそり家を抜け出して馬市を見物に来たのだった。かつて稲の家でも馬を飼っていたことがあった。しかし散々金をかけて馬をかけた末、馬は病気で死んでしまった。 そのためにできた借金で、稲の一家は未だに苦しんでいた。馬市から帰ると稲は馬を飼ってくれと両親に、せがんだが、馬を飼って得をした話を聞いたことがないし、買いたくも金がないと父も母も取り合わないのだった。冷たい日雨めの降る日、組合長に呼ばれて行った稲の父人次郎は、鑑定人の坂本さんから馬を預かってくれと、頼まれた。この前の失敗に懲りている。 人次郎は躊躇したが、預かる馬が妊娠馬で最初の子馬はやってもいいという好条件だったので立馬を承諾することになった。厳冬に向かって妊娠馬を飼育することは大変だったが、長い間の希望が達して馬を飼うことのできた稲は大喜びだった。だが、全蔵さんの娘の嫁入りの晩、父の人次郎は振る舞い酒に酔っ払って入馬車の下敷きとなり、 重傷を負ってしまった。自分の主人に怪我をさせたというので、馬は一家の演佐の的となり、まるで薬病神を背負い込んだようなものだと、母は馬をかばう稲に当たり散らすのだった。父の怪我と重なる尺罪にあえぐ小野田一家にとっては、長い苦しい冬だった。だがその冬も去り、田畑の上を渡たる風も香る5月の、ある夜、稲の馬は美しい子馬を産み落とした。そしてまた、夏が、 ほうずれ盆が来た。盆の支払い期を控えて、産業組合への支払いに困惑した人次郎は、心を鬼にして、小馬を売って金を作ろうとした。稲も涙を飲んで暴露の手に小馬を渡した。だが、母馬の嘆き悲しむ姿を見るに耐えず、稲は助行になって、小馬を買い戻そうと決心した。稲が助行になって一年、またお盆が回ってきた。稲は我が家に帰ると、 すぐ放牧場にいる小馬のところへ飛んで行った。小さかった小馬は、道がいるほど大きくたくましい二歳ごになって、稲を見ると懐かしげに花をすり寄せてくるのだった。そしていよいよ稲の丹精の馬を出す馬市が、秋と共にやってきた。馬に綺麗な布や飾りをつけて、小野大一家は総出で森岡の馬市へ出かけて行った。 稲の丹精の二歳ごまは百五十円の高値を呼び、ついに群馬御用となった。長い間の苦労は報いられた。父も泣いた、母も泣いた。もちろん稲も声を上げて泣き出した。間もなく、群馬御用になった馬は、村人たちの旗の波に送られて出発した。秋風の立つ峠に立って、稲はいつまでもいつまでも遠ざかり行く二歳ごまを見送るのだった。野上照を監修。 黒沢明 DVD コレクション31馬プログラム野てるよ監修黒沢明 DVD コレクション31馬プログラム野てるよ監修黒沢明 DVD コレクション31馬プログラム9ページちなみに同書同系書は高峰が落馬しそうになった件をきっかけに黒沢に恋心を抱いたのが二人の恋のきっかけとする また、同書同継書は、高峰が黒沢さんにお嫁にもらって欲しいと思うようになった、ともしているが、高峰秀子の自伝、私の都政日記上の304ページには、私たち二人は事実、結婚の話など一度もしたことがなかったし、婚約さえ考えたことがなかったとする。高峰秀子、私の都政日記上三十九から百四十ページ、九十一ページ。 野上照代監修、黒沢明 DVD コレクション31、馬プログラム9ページ、高峰秀子、私の都政日記上293ページ、300から302ページ、高峰秀子、私の都政日記上303から304ページ。ちなみに、野上照代監修、黒沢明 DVD コレクション31、馬プログラム9ページでは、 私の都政日記を転居に、広報の義母が助監督不税に娘はやれぬと強行に反対して、別れさせられることになった、と、する。野上るよ監修、黒沢明 DVD コレクション31、馬プログラム。野上るよ監修、黒沢明 DVD コレクション31、馬プログラム。野上照代監修、黒沢明 DVD コレクション31、馬プログラム。 89ビデオソフト全カタログ1989年小学館テレパルビジパル共同編集ありがとうございます。